浪人生のものです。頭のいい人や大学生の、友人と友達を比較してしまい落ち込んでしまうことが多くあります。自分が嫌いになります。本田さんは、他人と自分を比較することについてどのように考えていますか？いや、わかりますよ。嫌になりますよね。自分の能力のなさとか、すごい優秀なやつ見ると、なんでこいつこんな賢いのとか、サッカーこいつなんでこんな上手いのって僕もよく思いますよ。でも、そうは言っても自分のことは嫌いにはならないですね。やっぱり自分のことを大事に思うっていうのは、意識してます、僕は。なんで、ぜひ意識してほしいなと思います。